なんかさ、そうだ、それで思い出したけどさ、ペコちゃんってさ、そういうこと誰にも言ってるんでしょ。言ってないよ。言ってない。怖い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 。いや、ペコちゃんってさ、しおんさん、ちょっとさ、質問募集したんだよ。あ、なんか来てた、あの、しおんちゃんがディスコードで。え、来てたでしょ。まんじゅ組の誰が本命なんですかっていうのを送ったと思うんだけどさ、むしろも気になるんだよね。誰が本命なの、誰を攻略しようとしてるの、ペコちゃんは。ちょっと待って。あ、これか。これからまんじゅ組のこれ出すね。じゃあこれしおんちゃんが気になってたやつね、うん、結局ペコちゃんはまんじゅ組の誰が本命なのかはっきりしてくれる。あの、はっきりしてくれると非常に助かります。なになにこの、別にさ、まんじゅ組の誰が本命え、誰が本命の、しおん知ってるよ、ペコちゃんがアクアちゃんとずっと仲良くしてたのもさ。それね、ペコアラもエゴサで、え、ペコアラまんじゅ組を攻略しに行ってるのかっていうのがちょこちょこエゴサでも出てきてたんだけど、あるんだ。え、ガチでその気はなくて、うん、でもね、ペコアラマジでまんじゅ組の、え、その気はないってことはさ、誰でもいいってことは、違う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 、そういうんじゃなくて、いや、マジまんじゅ組のね、3人ね、ペコアラぶっちゃけ、話しやすいかも、正直なんか、やりやすい、3人ともって思った、ここ最近。あ、それはね、嬉しいですね。え、そう、なんかね、なんだろう、配信とかしてて、めっちゃやりやすい。それは、うん。しおんもペコちゃんに思うから、両思いだね。え、でもさ、しおんちゃんってさ、何？あれだよね、なんかさ、ペコーラに結構攻めてきてたけどさ、なんかあれ、しおんちゃんってよくさ、おかゆ先輩本命だよ、みたいな感じでさ、やってますよね。いや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 、でもおかゆには最近、ちょ、聞いてくださいよ。え、何？最近、おかゆに、しおん、ちおんは、妹だからね、って言われて、ずっと言われ続けてて。線引きされてない？それ、線引き。ずっと、ちおんは可愛い妹だよって言われ続けた結果、なんか、しおんも妹としての自覚が芽生えてきちゃって。あれ、そうなの？なんか、いや、抗ってんだけど、ずっと。抗ってんかい。おかゆ、しおん、おかゆまだ恋人だと思ってるけど、思ってるんだけど、なんか、ほんと多分心のどっか奥底では、いや、待って、しおんは妹なのかもって、なんかやっぱ言われ続けるとさ、あれはそうだね。思ってきちゃうよね。洗脳と同じかもね。やばい、洗脳されてる。そう、妹、妹。でも、ペコちゃんも船長にさ、洗脳されてるんでしょ？え、船長に？マリンに？そう。何を洗脳されてんだ、ペコーラ。え、何？結婚してるみたいな。結婚してる？これガチ？ガチだったらごめん。やばい、言っちゃった。ごめんね。いや、違う違う、洗脳、まあ、あれはそうだね。曲でちょっと結婚しちゃって子供もできちゃったみたいな感じだね。結婚しちゃって子供